にちは、クランポップの三田いぶきです。はい、なんか今収録終わったんですけど、2分なんかちょっと自撮りで動画撮ってくれって言われて、2分持たせてくれって言われて今こういう状況になっておりますが、何を喋ろうかな。じゃあまず、私は7月19日生まれの谷座です。ありがとうございます。今日はですね、初めて玉ねぎヘアをしました。どうですか？普段私を見てくださってる方は初めてこの髪型を見てくださってると思うんですけど、初めましての方もです。どうですか？似合ってますか？ありがとうございます。皆さんぜひぜひクラウンポップね、活動してますので、よかったらぜひライブとか遊びに来てくださったら嬉しいなって思います。あー、まだ1分しか経ってないの？どうしよう。そうですね、そう、さっき7月19日生まれていたんですけど、ちょうどかなこちゃんと1週間違いでお誕生日にお電話いただきました。嬉しかったです。あ、なんか暑くなってきちゃった。あー、おかしい。そうですね、あとはこれいつ見るんだろう、クラウンポップは12月20日にセカンドアルバムのライブを発売させていただきます。そのアルバムはですね、5人体制になってからも本当に初めてのアルバムとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、こちらの本当に衣装もとっても可愛くて早く皆さんに見ていただきたいなって今は思っているんですけど、皆さんにね、豊洲ピットでのライブの映像も入っているので、皆さんにクラウンポップ気になるよっていう方とかいらっしゃいましたら、なんかまだライブには行けないけどちょっとライブ映像見てみたいなとか思ってくださったら、ぜひぜひちょっと待って、今なんか斜めで撮ってた、横かまあいっか。で、あ、2分経ったので、あ、ということでライブセカンドアルバムライブ、よかったら皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。ということで、以上クランポップの三田いぶきでした。バイバーイ。熱い。